アンドレイ・アレクサンドロビッチ・ノボセロフは、ロシア出身、ロシア・フランス代表の男性フィギュアスケート選手。パートナーは、クセニア・ストルボワ、ローラ・エスブラ、ダリア・ポポワ、タチアナ・ノビクなど。2012年ネスレネスクイック・バイ優勝。1993年スケートを始める。シングルスケーターとして、モスクワでキャリアを開始し、2006年に、出身地のペルミに戻り、 サビナ・イマイキナとペアを結成。2008から2009シーズンのジュニアグランプリシリーズでは2大会で銀メダルを獲得し、ジュニアグランプリファイナルに進出しごい。ロシア・ジュニア選手権で3位となるもシーズン終了後にペアを解消。2009年5月にモスクワのナタリア・パブロワのグループに移籍し、シングルスケーターのタチアナ・ダニロワとペアを結成。 2010年ゴールデンスピンでは銀メダルを獲得。2010から2011シーズン限りでダニロワとのペアを解消。2011年春に前のコーチのインナウトキナと共にニーナモーゼルのグループに移りタチアナ・ノビクとペアを結成。2012年ネスレネスクイック・サカズキでは優勝。その後2シーズンは国内大会のみの出場に止まりノビクとのペアを解消。 2014年7月、ダリア・ポポアとのペア結成を発表。双方ともロシア人だが、フランス所属で競技を行う。2015から2016シーズン、ローラ・エスブラとのペアを結成。7月に、フランスへの滞在許可証の期限が切れたため、国際大会には出場できなくなった。フランス選手権には、オープン参加した。2017から2018シーズン、フランスは、 ビョンチャンオリンピック出場枠を一つ返上した。また、ノボセロフのフランス国籍取得ができなかったために、オリンピック出場は不可能となった。2018から2019シーズン、7月にローラ・イスブラとのペア解消が発表された。その後、ロシア人のクセニア・ストルボワとペアを結成し、ロシアに所属を戻すことを決めた。所属国変更を理由にこのシーズンの競技会への 出場はなかった。2019から2020シーズン、ロステレコム杯では5位。ロシア選手権は足の怪我により欠場した。ありがとうございます。